難しい。待って、間違えた？間違えました。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、探索です。今回はレアゴスティーニの楽しいムーミンキルト第18号を制作します。18号のインテリアカバーはこちらのジャム瓶2、そして雑貨小物のパートがガマ口ポーチ1となっています。この動画はこっちを作る動画になります。ジャム瓶は別の動画ですでに公開しております。楽しいムーミンキルトの再生リストも概要欄に貼っておきますのでご覧ください。今回はガマ口ポーチ1回目ということで届いたものが、じゃーん、届いたものを紹介します。じゃあまずこの外布、このオリジナル柄なんですけど、この座ってるムーミンとか踊ってるスナフキンとかミーがいて、手を広げてるスニフがいるんですけど、この髪が長い馬、このふさふさ頭のキャラクターはじゃん、こんな顔をしています。これが花馬、体に華やかな花模様があって花馬と呼ばれています。神秘的な美しさからとても人気の高いキャラクターです。ということで花馬がついたこの外布、それからこの青の無地、これとこれを使ってバイカラーのガマ口ポーチを作ります。接着芯と黄色い布、この黄色い布は次号で使います。で、作り方として口金と中央を合わせて左右対称に型紙を当てるのがポイントだそうです。頑張ります。なんかね、ガマ口ポーチって裁縫の中でも難しい部類みたいです。できるかな。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーす。しょい。はい、それではクリアファイルを使って型紙を作っていきます。これは定規を使ってまっすぐします。いつもフリーハンドだったんですけど、曲線はフリーハンドで描きます。外布、前面、外布、後ろ面各1枚、内布は底中央線、これかで輪にして1枚、断ち切り線には縫い代つけんよ、出来上がり線と指定の縫い代をつける。ちょっと分かりませんけど、ちょっと縫い止まり、ここが縫い止まり。よし、じゃあ型紙ができました。そしたらこの布を、結構長いよね、結構長いんだけど、どこかを使うんだけど、中央に当たりを、どこ、自分がどこを使うかを決める、中央に当たりをつける、なんかここかここかどっちか、自分の好きな方を使ってねっていう感じなので、ここを使いましょう。ここを中央にして、この辺かな、ここはね余裕があった方がいいです。こんぐらいにしようか。ここ使います。クリアファイルを型紙のサイズより一回り大きくカットして、じゃあ一回り大きくカットしてクリアファイルをこうカットしましょうっていう意味のことが書いてあって、線が描けたらこの線で切ります。はい、で中央を決めたら、ここ対角線になるようにして、この絵柄がね、絵柄が対角線になるようにして線描きます。難しい。待って、あ、間違えた、間違えました、間違えた、表に描いちゃった、表じゃなくて裏に描きます。まあこれ消えるやつだけ良かったけど間違えた。すいません、間違えました。ここ
ここが中央だよっていうのを印つけて、間違えちゃった、ここにも中央だよの印つけて裏返して、あ、でもわかるじゃん、あ、なんだ、最初からこっちで書けば良いです、別に表にする必要なかったじゃん、こっちに書きます、もう一回、あ、でもな、お馬さん入れた方がいいんかな、お馬さんがいないもんね、これだったらここにしようかな、やっぱりこっちにします、花馬がせっかくいるのでここを中央にします、なんだ、最初から裏返しで作ればよかったんか、そしたらこの接着芯をアイロンでひっつけます、これがいりました、縫い代付け位置、これがいります、これいらんかった、こっちに中央とこの縫い付け白位置、縫い切り白位置、この目印が必要です、そしたら接着芯をツルツルの糊がついてる方を下にしてこうかぶせて、これこっちまた使いますのでなるべくこっち側にして、これ見えなくなっちゃうね、相当濃ゆいチャコペンで書かんと見えなくなっちゃう、もうすでに見えないもんね、てかこれがあんまりもうインクがないんだ、あー見えない、まあいいか、模様が見えるけん、これもう一回書いたらいいと思います、はい、じゃあアイロン当て布してアイロンします、滑らせるんじゃなくてこう押すようにします、ここら辺までだな、なんでここだけ分かってればあと書かなくていいかも、どうせ今からまた書きます、あ、しまった、これやばい、こう使わんとダメじゃない、危な、しかも全然くっついてなかった、こうですね、こう縦にして、危な、でも全然くっついてないけんどういうこと、縦で使わんと取れんくなっちゃう、次危な、ここまでだ、ここまでです、ここまで、これがさ横長だけん騙されちゃった、ちょっと全然くっついてないのに衝撃なんですけど、温度が低いんかな、はい、そしたらねアイロンでつけたんですけど、あのこれ最初にこれ半分に切るって書いてありました、読んでなかったこれをね危なかった、半分で切ります、もうひっつけちゃったから切りにくいわ、これは次回使うのかな、そしてアイロンしたらねちょっとねギューってね布が縮んだのでもう一回これで引き直しました、でこれで引いて出来上がり線と中央と出来上がり線中央をもう一回書いて、そしたらここからここのここまでのところで1センチ測ってこうちょっと印つけつつ1センチのところをずっと書いていきます、はい、こんな感じね、見えるかな、これでカットします、はい、こんな感じでゾウさんみたいになりました、そしたら全く同じ、これと全く同じものを青で作ります、どっち、裏表はねなさそう、
で、これやってこうやって書いたらいいと思うね。じゃあこれちょっと接着アイロンしましょう。はい、同じのが2つできました。じゃーん、じゃん、あ、やばい、すごいヨレヨレのヨレヨレのアイロンになっちゃってる。え、大丈夫かな。わ、ちょっとこっちもなんかアイロンヨレヨレになってる。しかもこれが書いたやつがなんか焦げてる。これ消えるんかな。あ、こっちもなんかよれてる。これめっちゃよれてる。大丈夫かな。ちょっともうしょうがないのでこれでやります。皆さんアイロンするときは下下よれたまんまやっちゃったんかな。気をつけましょう。これは次号も使います。はい、そしたらこの2つを中を表にして中表で合わせます。あったかな。そしたら待ち針で留めます。どういう風に留めるかは書いてないんだけど、たくさん止めた方が良さそうな気がする。もうすでにずれてる。待って待って、対角線でいこうか。ここ止めたらこれ結構合わない。大丈夫かな。これちょっと対角線で止めていって、角いっぱい止めときます。で、必ずここの中央が合うようにしておきます。はい、そしたら手縫い針に手縫い糸通して玉留めして、で、ここを一直線半返し縫いします。この点線のところで、あ、点線じゃなかった、この線、1センチの線のところで半返し縫いします。1回戻って、で、2個先進んで1回戻る。はい、じゃあこんな感じでちょっと一回ね、ここ絡まっちゃってこうなったんですけど、まあ半返し縫い、まあ下手くそですけどね、半返し縫い裏はこんな感じになっております。なんじゃこりゃ。はい、そんでちょっとせっかく待ち針したんですけど間違えました。なんか間違い多いな。なんか無駄なことばかりしてる。待ち針取ります。でもね、止めとくのはね全然いいと思います。そしたらこれを開いて、こうして開いて、これをこうパカッと開きます。そしてアイロンします。後つけて、後つけた状態でこうして、この状態で待ち針します。対角線で待ち針します。そしたらまた半返し縫いで、ここまで、こっからここからビーッとここまで、そして両方こっからここまで縫います。ちょっとこれだいぶずれてるけどね、まあいいでしょう。めっちゃガタガタ。じゃあここまで縫いました。じゃあこっちも行きます。
半返し縫いできましたけど、なんかめっちゃずれてるけど大丈夫かな、ここ合ってるけん大丈夫、これめっちゃずれてる、もしかしてこれに沿ってね、これを切るとき、この青いの切るときにこれの形に合わせて切ればよかったかな。まあ、いっか、しょうがない、やってみます。そしたら脇の縫い代を割るということで、ここもアイロンかけます。こうやるんかな、こうやってこうやるんかな。はい、そしたらこのここのこうやってこのラインがあるけど、このラインを延長して書きます。書きました。ここにね、見える？ここにピンクの線入れたんだけど、これにしようか。そしたら待ち針をここに刺します。ここに刺して、こうやって出す。そしたら今なんかね、こういう状態にして、何と何を待ち針で留めてるんだろうか、これは分かった。ここのラインとここを待ち針でここに出して、ほんでこう止めます、こうね。そしたらここを、このラインを半返し縫いします。このラインを半返し縫い、うわ、針が折れそうなぐらい硬いわ。はい、では半返し縫いがこうなって、裏から見るとこんな感じ。こっちも同様に、下手くそですけど半返し縫いして裏がこんな感じになっています。ほんでこれをここにこう折ります。後ろから見るとこんな感じで、ここにボンドをつけます。ドバドバっと爪楊枝で伸ばす。つけすぎたかな、つけすぎたらこっちも。そしたらこれをこう折って、でクリップで、ちょっと強めのクリップで留めます。はぁ、めっちゃついてしまった。ガーン、どうしよう、ちょっと待って、とりあえずガーン、片っぽずつやりましょう。こうですね。いやだ、ここどうしよう。ちょっといらない布で取りますね。そしたら次はここのこのライン、このラインでこう折って、ここをボンドで留めます。ここにボンドつけて、はい、クリップで4箇所留めました。そしたらこっちはもういいかな、乾いたら外して OK。 ここもどうかな、わー、どうなんだろう、大丈夫かな、できた。はい、じゃあいよいよこれをひっくり返してみます。折りじわができないように表に返します。折りじわってもうすでにシワになってるんですけど、おお、すごい、マチができている。汚いなあ、でもいいかも、どうでしょう、
じゃーん。あー、この線消えないかも。やばい、焦げちゃってるからね、これアイロンで表に書いちゃったから。皆さん同じ失敗しませんように。あ、これボンドが取れちゃった。これでもう一回こうしとこう。これで18号は完成です。いやー、これ失敗したなー。あ、でもいけるかな。もう一回アイロンかけたらでいけそう、まっすぐに。はい、これでガマ口ポーチ1回目が完成です。完全に失敗したのはね、表に線描いちゃって、それね、多分ね、この接着芯でアイロンした時に熱くなって焦げちゃって、もしかしたらこれもう消えないかもしれなくて、めっちゃショック。もうやり直したいです。ただね、この真ん中の線ラインは綺麗になってて、花馬さんもここで綺麗に出てるし、このこう見た左右対称はここを中心に左右対称にはなってると思うんですけど、またこれも失敗したかなと思うのが、こっちを切った時にこれ1センチ枠を取った時に、この1センチとこの1センチでだいぶ差が出ちゃったので、これを作る時にこれを型紙にしてこれを切ればよかったなぁと思いました。それから接着芯をつけた時にアイロンがぐにゃぐにゃになってて全然気づかんくって、ここがシワシワなの全然気づかずにアイロンしちゃったので、皆さん気をつけてまっすぐにしてアイロンしましょう。これポイントはね、左右対称に作るっていうのがポイントだったので、まあね、全然対称、これとこれとこれがなんか多分対象になってなくって、これ成功するかな、ちょっと不安です。まあ見た目的にはこのどう、まあこの白いのがいっぱい出ちゃってんだけど、これはまあご愛嬌ということでいいじゃないでしょうか。では次回の19号ですが、いよいよこのガマ口ポーチに口金をこうつけて完成になります。ちょっと難しそうですけど頑張りましょう。そしてインテリアカバーはムーミンママが始まります。かわいい、これをインテリアカバー作っていきたいと思います。お楽しみに。それでは最後まで見ていただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだんね、またね。パカパカ。タンサックの動画を見ていただきありがとうございました。レアゴスティーニの楽しいムーミンキルトは丁寧な説明書と動画の QR コードもついておけん、じっくり取り組めば裁縫があまり得意ではないタンサックでも作ることができそうです。ムーミンのインテリアカバーを完成させるべく最後まで頑張ります。今後もタンサックの動画を参考にしていただければと思います。タンサックのチャンネルではデアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズの模型作りを紹介しちょって、週に2回 YouTube ライブも配信しちょうけん、よかったら遊びに来てください。そして励みになるけんチャンネル登録もよろしくお願いします。最後まで見てくれてだんだんねー。